皆さんこんにちは、キスケです。本日は PVP 回りながら雑談形式で喋っていこうかなと思います。よろしくお願いします。これでいこうかな。まあ今回何を話していくのかっていうと、まあ次の新キャラに関してちょっと早速喋っていこうかなと思います。はい、まあいろいろ予想立ててる人はいるとは思うんですけど、現状2体候補いるでしょう。次のリミテッドキャラクター、さすがに次のガシャはウルトラキャラクターっていうことはないと思うんですよ。完全なる予想やけど、多分通常出ない、多分リミテッドキャラクターで登場するとは思うんですけど、まあ次の新キャラクターなんだっていう話ですよね。ミスターごめんゴジータブルーにタックルは良くない、良くない。はい、打っちゃうよ。はい、ナイス。まあこれちょっとこのままコンボつなげちゃうか。いい火力で、まあ何のキャラクターの候補が上がるのかって聞かれると、バーダックとブロリー、うん、この2体が次のリミテッドで来るんじゃないかって言われている、キャラクターになります。はい、まあその辺の理由もね、ちょっと喋っていけたらなとは思うんですが、わー噛み合ったくそ、はい、アイネス速圧多いね、ありがたいねそれは。はい、予約圧で必殺圧でいこっか。まあこの2体が最有力候補というか、うん、ちゃんとした理由があるんですよね、この2体なんじゃないかって言われてる理由が。多分みんな想像通りやとは思うんですけど、君の想像通りだよ。はい、落としていく。まあ、次の試合で喋っていくか。うん、ラッキー。はい、いいねメッタメタにしていく。ウルゴジ強え。まさか？そりゃ良くないね。はい、おう、あざした。これが最強のフュージョンだ。さあ、マッチングしました。神の木ゴッド戦士や。ゴッド戦士で神の木使ってるんや。たまたまかな、多分遊びでちょっと使ってみようっていう感じなのかな。久々に当たるから楽しみやわ。ということで、先ほどの試合で喋った、バーダックとブロリーのリミテッドキャラクターが来るんじゃないかって言われている理由をちょっと喋っていこうかなと思います。まずブロリーに関しては多分画像をちょろっと出してるとは思うんですけど、入らない。ここ最近スーパーサイヤ人の孫悟空が全開覚醒しましたよね。ということで、まあ新キャラクターのブロリーを示唆してるんじゃないかっていう、はい、ことです。でもう一つの理由があって、フラグメントに、ブロリーのなんてやつやみたいなフラグメントあったよね。劇場版プラスイエローのあれによって、まあ新キャラクターは暗い、ブロリーなんじゃないかって言われてます。うん、ブロリーは今のところこれだけ。ただまあ新キャラクターを示唆するにあたって、まあ正直十分すぎるほどのあれなんじゃないかなとは正直思ってるんやけど、これはまだバドス帰ってこない、あと3カウントぐらいあるっしょ。必殺まで多分間に合うと思います。はい、これが一応ブロリーの、次の新キャラはブロリーなんじゃないかっていう示唆ですね。はい、でお次バーダック。
バーダックが新キャラクターとして来るんじゃないかって言われてる理由が、ラッキーまず、ここ最近追加されたチルドのレイドボス、やべえ避けちゃったよ。お、逃げていく。オッケー。チルドのレイドボスね。うん。まあ、チルドといえばスーパーバーダックっていう形になるぐらい、まあ、有名な話ではあるんやけど、まあ、それが新キャラクターバーダックを示唆してるんじゃないかっていう言われてる 理由ですね。うん。これ多分ライジングラッシュかぶせ狙ってんじゃない？入んのか。あー美味しい。ライジング。OK。まあ、成功すれば落ちるね。で、そのチルドのレイドバトルの特攻キャラクターが結構露骨で、バーダックとアニメオリジナル編。やから、まあ余計こう示唆してるんじゃないかって言われてるんですよね。バーダック。でもう一つ理由があって、ここ最近追加されたポットフリーザー、ああ最悪、いや最悪最悪、ここ最近追加された無料のポットフリーザー、まあポットフリーザーといえばまあ綺麗な花火ですようから、まあ、バーダックが消えていくっていう流れ、うん、まあこれが結構有名なんじゃないかなとは思ってるんですけど、まあこれ勝ちですね多分。メイメイ、これがまあ今のところバーダックを示唆する理由っていう感じですね。はい、最悪。まあバニシングないんで突っ込もう。あざっす。さあマッチングしました。未来パーティーかな。対戦お願いします。またキラベジャ入ってるわ。久しぶりやなキラベジお願いします。まあ先ほどの試合では2試合目の試合では、なんでバーダックとブロリーが新キャラクターとして来るのかっていう、それを示唆している情報をちょっと出してみたんですけど、まあ新キャラクターとして出るのはわりかし濃厚なんじゃないかなって個人的には思ってて、リミテッドバーダックってさ、なんか来る来るって言われて大猿ベジータ来たやん、な記憶に新しいんやけど、あの時結構落胆したというか、バーダックじゃないんかいみたいな、まあ、勝手に予想してるだけなんで運営何も悪くないんやけど、勝手に落胆して勝手に予想してみたいな感じだったんやけど、まあその名残からついにようやくバーダックが来るんじゃないかなとは思うんですよね、うん、で今現状出ているバーダックスパーキングだとこんな感じ、はい、4体ですね。赤、青、緑、黄色、この4体が今現状バーダックとしてはいると、存在していると。でもちろんその全開覚醒の可能性っていうのもあって、もちろんね全開覚醒の可能性もあると思ってて、まあ覚醒来るんやったらまあバーダックかなっていう、ブロリーじゃなくてね。ブロリーに関してはそのブロリー&チライがさ、フェスティバルで覚醒したのよ。なのでさすがにないかなっていう、そんな立て続けてブロリーが覚醒することなんて、マジかよ。あざす、捕まえた。いやー聞いた聞いた、うめー。で今回のその残りのバーダック、まだ覚醒してないバーダックに関してはどれが覚醒しても結構面白い性能しそうではあるんですよね。緑覚醒しても赤色覚醒しても、まあ黄色はちょっと微妙かなとは思うんやけど、
まあだから全外覚醒っていう線も全然ありえるのかなとは個人的に思ってます、うん、で新キャラクターがブロリーみたいなそういう形もあるのかなっていう感じかな。ただまあここで見した通り、そのもしねバーダックが新キャラクターで来るとすれば何色で来るんだってなるやん。これ紫じゃね紫な気すんねんけど個人的には。手札破棄落ちるっしょ。現状紫以外のバーダックは出てるんで、また紫染めが強くなるんじゃねえかなって個人的には思うんですけど、そうなったらもう地獄よ。なんだ、諦めた。あ、オッケー。不気味やわ、やめてくれ。あざした。さあマッチングしました。劇場ですね、お願いします。でまあ次のリミテッドキャラの話になるけど、その去年フェスティバルの後に何来たか皆さん覚えてます？赤腕ご飯が来たんすよ。赤腕ご飯で、赤腕ご飯に関してはずっと現役やん。ずっと、なんなら今強いやん。すごくない？1年経っても最前線で活躍してて、 PVP の使用率ランキングでは5、6位ぐらいでしたよね確か。はい、バーン。え、うまマジかよ。あ、動かない系には遠距離打撃が刺さるって相場は決まってんだよなだ、え、何してんのこの人、まだ動かないさすがにさすがに刺さらんかったか。動かん人には遠距離打撃刺さるんすよ。まあ、自分から攻めないからね、ざまあ見ろって感じなんやけどすげえな、何をしてるんだこの人は。くる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 、まあ、赤腕ご飯なんですよねフェスティバルの後で。やっぱり運営からするとさ、フェスティバルの後のキャラクターってさ、みんな課金しまくったし、フェスティバルで、まあ、無料の衣装も使いまくったから、どうにかして課金させなあかんわけでしょ。つまり相当ぶっ壊れなキャラクターが来る可能性大いにあると思います。1年前で立証されてるんで、だからまあブロリー黒にしろバーダック来るにしろ、まあ、ぶっ壊れキャラクターが来るのはほぼ間違いないんじゃないかなって個人的には思いますね、うん、いただきます。でバーダックがもし紫でぶっ壊れてきたらもう終わりなんですよ。紫染めが加速するっていう感じではあるんやけど、劇場のブロリーがぶっ壊れてきたとしてもなかなかまずいと思う正直悟空ベジータ、ウルトラゴジータの並びでめちゃくちゃ強く使えるんで非常に怖いよね。はい、まあ、だから次に来るキャラクターはなかなかショッキングなキャラクターが来るんじゃないかなとは思ってます。ただまあバーダック来るとか結構楽しみやし、まあブロリー来るにしろどういう形のブロリーが来るのかわからんけど、それはそれで楽しみなんでね。はい、皆さんの予想をコメント欄に書いててください。お疲れさんでした。バイバイ。